おはようございました。ムチチャンネル。さあ、受けてきました。第370回トイック公開テストになりますね。どうでしたか？受けた皆さん、お疲れ様でございました。いやー、今回はね、長かったっすね。だいぶあった。読まなきゃいけない量がすごく多いっていうのが、まあ、印象的な回だったと思いますね。はい、ぜひ皆さんのね、感想を教えていただければと思います。ただ、難問がね、やっぱ少なかったです。はい、いつもよりも難しい問題が少ないなっていう印象だったんで、まあ、そこは良かったんじゃないかなと思いますね。受けた方、はい、お疲れ様でした。ではそれぞれのね、パートの感想を言っていきたいと思います。はい、まずパート1ですね。パート1はまあ普通としときますかね。あ、これ複数フォームがあるんで、トイックってね。はい、なので同じフォームかどうかわかんないですけど、まあ僕はこのね、このフォームでございます。写真が1枚目のやつだったんですけども、最後の問題だけ、レベルの高いやつだったけど、あとはできると思います。というか、まあ消去法使えばね、どちらにしろいける問題だったので、まあできた人が多かったんじゃないかなっていうのが印象です。はい、どうでしたか皆さん、できました？続いてパート2ですね。まあパート2も普通としておきますね。変化球がやっぱり最後の方多くなったんですけど、まあこれも消去法でいけるかなって思います。で、変化球最後の問題だね。あ、最後の問題じゃない、途中1問だけですね。1問だけやっぱすげえ難しいのがあって、これは迷う人がいっぱいいるだろうなって思った。自分を、これ両方いけそうって思ったけど、まあ一個に選べた。で、ここで気づいたんですけど、イギリス人女性多くなかったですか今回。感じませんでした？3人いなかった？あれって思って。ほら、過去のね、問題リサイクルされますから、トイックって。リサイクルされて、昔の人、そして新しい人みたいなんで、混ざることはあるんですけど、ここ3人いたよね、イギリス人女性。そうじゃなかった？で、新しい人の特徴気づいたんですけど、どうです？気づきました？デリの発音にすごい特徴がありますよね。ウェンスティーみたいな、 D みたいに読むよね、デイをね。それが気づいた点です、今回。って思ってさ、聞いてて、何？なんつったのこの人今って思った。どうですか？そういう風に感じませんでした？僕すごいそれが気になってしょうがなかった。なんとかデイっていうのが2回あって、2回とも D って言ったんで、うわ、すごい発音だなと思いましたけど、まあそれが新しい人の特徴で、3人いたと思いますね、イギリス人女性が。違ったら言ってください。まあそうだと思いますけどね。はい。なんで、すごく多い回、ナレーターが多いなって思った。で、次、パート3、4は、まあ一応普通にしておきます。まあ予想通りだったかなって思いますね。はあ、まあこういうのが出てくるっていうか、まあ今まで出てきたものはあんまり出ない。もう新しいパターンっていうのが多くなるって言ったんで、まあそうだったかなと思いますね。一個当たったね、昨日 TikTok ライブで予想してください。出る場面を予想してくださいって言って、オフィスの会話じゃつまんないから、工場つってね、工場の中で働いてる人たち向けのアナウンスって言ったら出ました。ちゃんと。やっぱりよく出るね。はい。工場で働いてる人たち向けに、パート4で出ましたね。ちなみに、そこで、おー、出たって思ったせいで、1問聞き逃した。100問中、99問は自信を持って選べたんだけど、その唯一の1問は工場のやつだった。工場のやつ、おー、出たって言って考えちゃってたら、はい、1問3つ目かな、聞き逃しちゃいましたね。もうだから余計なこと考えちゃうことが多いからさ、やっぱり今回も。まあそのせいでだいぶ時間を食いましたね。ああ、これ何話そうかなとかさ、ね、この後これ反省会ライブあるじゃないですか。その反省会ライブで何話そうかなとかって考えちゃうんで、やっぱり、それちょっとね、良くなかったなと思いましたね。自分でやっておきながらなんですけど、感じました。で、その他、どんな感じだったかっていうと、やっぱ図表が簡単でしたね。はい。そう、グラフィックついてるのが優しめだったんで、まあできるかなと思いますね。ただ、前にも言ったように、こうこうこうだよねって言って、いや、そうは思わない。こっちの方がいいと思いますよ。みたいなやつね。それ今回も出ましたんで、あ、これって言ったって言ってすぐマークしちゃったらダメ。そうじゃなくてこっちっていうので、マークしなきゃいけないっていう問題が出てたんで、はあ、そこはちょっと厄介だったかなと思います。それでもやっぱリスニングは全体的に、まあ優しめだったと思いますね。はい。かなり優しい方かなと思います。はい、続いてリーディングに行きまして、パート5ですね。パート5は、まあ、普通としておきますね。まあ、普通か、やや優しめです。難問がただ2つ入っているので、その2つをどう答えられたかによると思いますね。1つ目は、もうほぼほぼ同じパターンですね。先月僕が受けて難しいって言ったパターンですね。品詞語形の問題なんだけど、でも、本当に語彙問題みたいに、ちゃんと分かってないと選べないよって言ったやつが今回も
出題されました。なんであれは、まあ、間違える人多いですね。はい、過去のトイックで出会ったことがないと間違える。で、語彙問題じゃなくて品詞語形に当たるんで、アビリティーズメジャーでは文法のところに影響してくるんですけど、でも語彙問題みたいな知識が必要なやつでした。もう一個は完全に一番最後の問題ですね。純粋な語彙問題で知ってるかどうかっていう問題ですね。まあ引っ掛けもやらしいものがいくつかあって、ただ過去に出題されてたやつだね。あとは前置詞対接続詞の問題も厄介でしたね。今回ね、構造が取りづらいやつ、後ろに名詞しかないんだけど、その名詞って動詞としても働けるやつだから、だから SV があるっていう風にも見えちゃうんですよ。なんで、あ、主語動詞があるって言って接続詞選んだら間違いっていう問題だったんで、これが相変わらず構文をちゃんと見極めさせるなぁと思いながら見てましたね。続いてパーツ6。パーツ6も普通かやや優しめかな。うん、今回はだいぶ優しいと思った方が、今回ややなんて一回も言ってないですね。だいぶ優しめじゃないのと思ったね。まあ、悩まなかったね、全然。文挿入問題も全く悩まなかったし、語彙問題、文法問題も全然悩まなかったね。でも珍しいなと思ったのは、その文補充問題が一番最初の空所になってる問題が多かったので、あ、こんなことあるんだなと思った。だいぶ多かったですよね、一番。2問?3問?なんか、おい、1個目に空所組んだって思って。はい。ちょっとそれが珍しいなと思いましたね。うん。次、パース7。パース7は、まあ、普通か。な、ややなんか普通、まあ普通としておきますかね。はい。量は多いです。分量は多い。まあ今回だから初めて全部普通って感じですね。だから2024年の中で一番簡単な回だった。はい。まあ一番簡単だからといって満点が取りやすいとは限らないので、はい。僕マークミスもしやすいし、一個も落とせないっていう時が多いのでね、簡単な時は。だから意外と難しかった回ほど満点が取りやすいんですけど、今回のは量ですね。とにかく分量が多かった。量が多い回。早く読める人にとっては、うん、そんな難しくはないって感じるわけですね。だから自分自身はそんなに難しいとは感じなかったです。はい、正直。ただ、やっぱり記事が多いんですよ。もう初っ端あたりから難しいやつどん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 って出てきたでしょう。なんで、そう読むのが長いからさ、こう、うわ、読んでてきついよこれって思った人が多いと思いますね。だから普段から読んでる人にとっては優しめだけど、量が多くてきつい。あと場面が思い浮かぶかだよね。そう、クレジットカードのさ、法人のクレジットカードの契約なんてさ、まさに自分がさ、この間やってたことだからさ、そう、やっぱ会社経営する側になって分かることっていっぱいあるんですよね。あ、この場面だとかさ、あ、これこれ、そうそうそう、クレジットカード比べたりしたよなとかね、はい、そういうのね、分かったりするんで、まあ自分の経験がどんどん増えていくと分かるよね。この間、まあまあカナダ行ってきて、アメリカ行ってきましたから、ああ、あの場面と似てるなとかね、ああ、これを経験したな、そういえばこの間みたいなとかね、あったりするんで、うん、まあやっぱ現代化してますよね。ドローン出てくるしさ、ね、そういうのがやっぱ今ねトイックが変わってってるなっていう風にすごく思った感じです。どうでしたか皆さんは。今回の試験会場はこそ暑いわけですよ今ね。今暑いからさ、服どうしたらいいか分かんなくてさ、10月末ですよ。もう信じられないよ。だから3枚着てったんだけど、服。で、やっぱり冷房が入っててよかった、3枚着ててって思って、そうよかったです。足だけめっちゃ寒いみたいな。そしたら寒いですっていうね、当然意見が入って、この冷房が弱められたんですけど、その後暑いですって出て、もう大変。席移動がめっちゃ怒ってた。今回初めて分かったんですけど、音量大丈夫ですかって思って。で、音量に問題ありますって言ったら、席移動してくださいって、そう、音量調整しないんだね。そう言ってた。音量は調整できませんのでって言ってたよ。何のために聞くんじゃって思ったけど、そう、音量を大きくしちゃうと前の人たちがうるさくなっちゃうので、聞こえにくいっていう人は前に来てくださいって言って、何音量調整しないんだっていうことがですね、発覚しました。はい、わかんないです。これ全部の会場がそうなのかわかりませんが。ということで、席移動。まあ、とにかくだから、冷房で寒いです、暑いですで、席移動も起こって、もうなんか試験中に席移動がだいぶ起こった回でしたね。不思議な回でした。皆さんの会場はどうだったでしょうか。ぜひ、コメント欄でお聞かせください。そして、はい、私のトイックエッセンシャルズですね。やっぱりトイック対策はこれです。
します。ぜひともねこの後やる反省会のライブも見ていただければと思います。はい、受験された皆様お疲れ様でした。拝聴ありがとうございました。テキボーチン。